えらい。ありがとう。皆さんお疲れ様です。どうもありがとう。お疲れ様です。私は今現在大阪にいます。大阪なうでございます。今日は大阪に泊まってます。そうなんですよ、一人部屋です。雨降ってた。大阪らしいことは何もしていません。大阪らしいものも食べていません。そう、本当にこのホテルに引きこもっております。プツプツ聞こえる。僕私の手をスクロー画面タッチしてる音かも。手紙ありがとう。関西弁みんなおきにエセです。ほなあ、京都なの、おきにって。ほな行きましょか、あ行きましょかなんか言わんか。ほな行こっかか。メンバーとどこも行ってない。でもここ最近さ、毎日さ、ソラハと会ってるんですけど、イコールまあソラハと同じスケジュールで、でソラハが私のことニコニコ見ながら、なんか会ったりしたらなんかニコニコ見ながら、なんかお疲れってなんか寝てるって、大丈夫寝てるって大丈夫だよって。そういう会話をいつもしてる。お疲れーって。そう、ケア、なんかお互い元気か確認してます。ありがとう。筋肉痛、やばいんだけど。筋肉痛っていつ治るんかいね。めっちゃやばいんだけど、本当にもうなんか新幹線のホームの階段、新幹線行くまでのさ、階段、駅の階段をさ、もう本当に登るのも降りるのもしんどくってさ、痛い。黒いの何？これなんかライトじゃない？なんかホテルとかによくあるじゃん、スポットライト。
あ、やばい、なんか見てガガガーン、ふふふふふふふ、あんなにの不思議で、取り調べ？雑談空間？ひー、やばい、アイドルズ思い出す。取り調べ始めます。カチッ、あ、これやばい、眩しいですか？カツ丼玉ねぎ抜きで、いや私玉ねぎって本当に大事な存在だと思うんですね。なんか玉ねぎめっちゃ美味しくない？私カツ丼だったらカツ抜きでも玉ねぎ欲しいんだけど。玉ねぎはいります。玉ねぎ美味しい。推し編の取り調べします。先日ライブでオレンジとピンク以外の色が見えたが、あ、なんかバンって言わなかったな。君は誰推しだ。一個も迫力ない。私が見た瞬間にうちわをくるっと向きを変えて私推しを演じているようだが、全部バレてるぞ。その狂ってる、狂ってるじゃない、狂ってする瞬間見えてるんだからな。狂ってはいませんやばいやばい、 NGNG、 見間違いかも。視界はこうじゃないんですよ、もう見えてるんで、いっぱい。高尾探偵？いやちょっと中村刑事なんで探偵じゃないんで、私全然探偵ではございません。女の勘が働く？働かん。この目で見た。ケンさん、ありがとう。
逮捕しますか？はい。一生牢屋から出しません。牢屋っていう言い方はあんまりどうなんですかね。牢屋って言いませんか？なんて言うんですかね。牢獄？刑務所？なんか いろんな言い方があるね。よいしょ。推し変はまあ罪ではないね。じゃないけど、推しの顔色をうかがうようなことをするのは罪だね。なんか、いや、なんか、あ、反応を試すのは罪だね。なんか、それは罪だね。結構重罪だね。反応を試したらダメです。ぶっちゃけ押し増しってどうなん？え、なんかしてもいいんですけど、私のところにもいっぱい来てください。お願いします。SNS 見ますか？なんかさ、STU 関連のさ、ツイートってさ、なんか今の X の仕様上さ、おすすめで流れてきたりしない？全然さ、フォローとかはしてない人のアカウントとかでも、めっちゃなんか多分関連ツイートでおすすめにめっちゃ流れてきたりしない？流れてくるよね。あの仕様目に入るときはありますよ。よく分からん、あのおすすめは。そう、なんかタイムラインじゃなくて。ここだけの話 ここだけの話 ここだけの話 ちょっと今度じゃああれしますね。ギリギリトークしますね、いっぱい。 いや、やっぱやめよう 燃えちゃったら怖いから ここだけの話、ギリギリぶっちゃけトーク、やっぱやめよう コンプラ？なんかそういうことできないから。うん、今なんかコメント欄で
正直どうですかみたいな来たから、裏話。いやでも私裏話あんまないな、なんかそんなに。最近なんかあったかな。あんまないな。ないな。基本だってさ、裏話っていうかさ、今日会ったことこんなことだよってよく言うからさ、配信で。あんまないかな。酒のつまみになる話。ちないのって。ないかな。何が知りたいんだ。そういえばヘッドホン買った。ヘッドホン買いましたよ。でも結構前に買いましたね。結構前に使っ、前から使ってる。奮発して。聞いてないよ。買ったこと言ってない。言ってないですよ。言ってない。結構前から買いました。まあ、なんかなんで言わなかったかっていうと、そう、高い、ちょっと高かったんですよ。いや言ったよ。いや言ってないよ、絶対言ってないと思う。写真にチラ見えしとったりしたことあったかもしれんけど、別になんか買ったよとかは言ってないはず。いつも持ってってるてか、いつもだいたい普段毎日使ってますね。そうそう、いやなんかそう、めちゃ多分ここ最近で一番お高い買い物したんですよ。そう、もうすごいノイキャンとかがめっちゃすごくて、なんか買ったってなんか言わなかったのは、なんか買ったって言ったらなんか、なんかお金持ってるんだなみたいな言われるかなと思って、なんかその反応が嫌なの。だってあの頑張ってお金貯めたらそんな買えないことはないじゃないですか。だからあのなんかそう、それをそれがそんななんか反応が来たら嫌だなって思って全然言ってなかったの。だから写真にちょっとチラ見せじゃないけどチラ見えしてたかもしれんけど、ヘッドホン高い。でもね、確かにお金の分だけ、いや高いだけあります。めっちゃ高性能です、本当に。そう、解析班、いややめてください本当に。中村芽衣が使ってるの何円とか書かないでくださいね、絶対に。もうやめてください。本当に本当にやめてください。でもね、普段そんなにね、なんかそう、めっちゃ最近にしては珍しく奮発しました。
名前は名前あるわけないだろう。ヘッドホンにないわ。え、毎日使ってるこれが本当にめちゃくちゃいいですね。もうつけた瞬間に繋がるんですよ携帯と音が。だからめちゃ早いし、そうこうやって耳に装着した瞬間に、ね、ヘッドホンってさ、そうおしゃれ、なんか可愛くない？ここについてるのも。あの耳につけてなくても可愛くない？そう、なんかね携帯と連動、携帯となんかアップルの商品だからアップルとあれしてんの、だからそのすぐ分かる、ヘッドホンの充電とかも分かるし、あ、何ですか、 Bluetooth なんかな、からなんかつながるすぐに。そうなんだ、めっちゃいい。わー言えました。なんか私これずっとなんかね、いや本当になんか言おうか迷ってたんですよ。なんか大体買ったらなんか自慢するんですけど配信で、買ったんだよねって言うんですけど、なんか言えなくて、よかった。いやもうめっちゃ気にしてたの。うわこれ言われたらどうしようとか。すっきり、すっきりした。今度見せて、今あるよ。よいしょ。つけて。おやすみって言われるんだけど。ねえ、ちょっと待って。大丈夫から。どん兵衛さん、ココさん、よっちゃん、ごいちさん、ふぐちゃんまるさん、福太郎さん、まささん。東京のさんさん、熊野ぽさん、のぶさん、とおるさん、きのぺこさん、セラさん、タメリスさん、ありがとうございます。おやすみ。うわつけられないんだけど、片手じゃつけられません。おやすみなさい。おやすみなさい。うん、大した半袖。おやすみー。また明日ー。